とりあえず、あ、ここや。岩岳リフト。トイレどうなんやろ。トイレなのになんですけど。おお、すげえ。なんかペンション、道迷ってあっち行ったんですけど、ペンションとかちょいちょいありますね。ペンション中か。そっか。ここで船木が飛んだ。うわ、すごっ。冬はスキーとかなんでしょうね。スノボーとか。お、紅葉めちゃめちゃしてるやん。すごいな。ちょっと関西とは違いますね。面白いね。ええところやなぁ。めちゃめちゃええやん。どうしよう、クマとかバーン出てきたら。うわ、マジで真冬。うわ、すごい。これイノシシ系ですよね、多分ね。岩岳遊歩道。サップ、手放し運転します。うわ、寒い。意味ない意味ない。おお、めっちゃ怖いやん、あっち。絶対行けへんわ。ちょっと面白そうやな。なんて書いてあるの？こっち行ったの？空気が美味しい気がする。昨日車の中で歌いすぎたから声がね、ちょっと変かもしれないですね。うわ、やば、手冷た。真冬やん。あー、寒い。今日大阪とか20何度とかでしょ。寒い。トイレがないんですよね、トイレが。あー、寒い。おはようございます。わー、寒い。まあいいや。ここ走んのか。どんな感じなんやろ、全然分からへん。あ、結構寒いぞこれ。まあ朝やしか。今朝の6時39分です。寒っ、マジで寒いな。お、鳥が。めっちゃ寒いな。鳥が、こんな寒いの鳥いいね。あー、寒い。
持ちよ。ただ手めっちゃ冷たい。岩岳ゴンドラリフト、うわあんなとこ行くんやな、見えへんか。サブ、え、なんか揺れてる。え、猿、猿や。ちょ見て見て見て、え、猿、うわ猿や、でかっ。猿がいた。サブ、昔猿のとこ。あ、アキラさんです。映ってるかな。どうも。サブ、お、いい、逃げていった。ていうかこの辺に住んでる人も大変ですね。そんな、あそこグラグラ揺らしましたよ。あ、これか、農作物か。こんなん食ってんのかな。どこ行ったんやろ。これ表に食べるもん置いてたら、こんなとこに猿出るて。これでも下らんとダメですね。やめときましょうか。下るとこはやめましょう。なんか普通の下る、やめましょう。下るの、そう、僕は大丈夫ですけど、アキラさんしんどいです。あ、なんかあの太陽に当たりに行きましょう。あそこまで。あ、バスケできる、めっちゃいいよ。夜と全然ちゃう。多分来た景色、来る道、なんか北アルプスなんとかロードみたいなとこやったんですけど、多分夜やし分からなかったけど、めっ多分絶景なんでしょうね。ほんまマジで闇。あ、いやん、光合成しよう。ていうかめっちゃ紅葉してるんですよね。あ、いいやん。お、なんか白馬岩岳旅館案内図とかある。旅館内、この辺やっぱあれ観光地、なんかやっぱ何ですか、泊まる人がレジャーで来る人のためのとこなんですかね。ああ、おっ、あっちとあっちとあっちと猿、い普通にいっぱいいますやん。白馬めっちゃ猿いますやん。ちょ、猿とか絶対勝てへん。なんか爪長そうやし。ここの木から降りてきましたね。お、紅葉してる。お、綺麗。あそこ、あきらさんです。お、無言。ナナピーです。おはようございます。おはようございます。ナナピーです。 B4P さんです。おはようございます。 P さん、こんな感じです。うわ、なんかいつもとちゃう。9時からゴンドラが動くみたいなんで行ってきます。